NGC253 は彫刻室座の方角にある渦巻き銀河である。NGC253 はスターバースト銀河であり、急激な星形成の過程にある。この銀河は1783年、水星の探索中にカロライン・ハーシェルによって発見された。その約半世紀後、ジョン・ハーシェルは希望本で18インチの反射望遠鏡を使って観測した。 彼はとても明るく大きな壮大な天体である。その光はいくらか島上であるが、この銀河には属していなさそうな四つの大きな天体と一つの非常に小さな天体の他には構成は見られない。と記述した。シドニー郊外で働くバーナード・ミルズは NGC253 は強い電波源でもあることを発見した。ハップル宇宙望遠鏡による NGC253 の拡大図1998年、ハップル宇宙望遠鏡は、NGC253 の詳細な写真を撮影した。超新星は、一般的に、スターバースト銀河と関連があるが、NGC253 では、超新星は一つしか発見されていない。s n 1 9 4 e と名付けられた。超新星は、銀河角から約54度南西の方角にある。 この超新星は1940年11月に発見された。近年少なくとも2つの方法で NGC253 までの距離が推定された。2006年にはプラネタリーネビュラルミノシティファンクション法を用いて1089万プラス85万から124万光年と推定された。2004年にはチップオブザレッド・ジャイアントブランチ法を用いて 1280万、120万光年と推定された。最も信頼できる距離の重み付け平均は、1140万、70万光年と推定される。NGC253 は、銀河系から最も近い銀河群の一つである、彫刻室座銀河群の中心に位置する。NGC253 はその中で最も明るく、NGC247。 PGC2881、PGC2933 PG、ユグカ15等と重力で結びついている。彫刻室座銀河群のその他の銀河は、この銀河群の核に弱く結びついているだけである。NGC253 は、全天で最も明るい銀河の一つであり、双眼鏡でも観測できる。アンドロメダ銀河や三角座銀河に次いで観測しやすい。 銀河であると考えられている。NGC253 は、合計3 0 0トルかそれ以上の望遠鏡で良い、観測のターゲットとなる。このような望遠鏡では、まだらの円盤を持った長いラインの銀河バルジとして観測される。バルジは、周りの部分よりも、若干明るいが、円盤よりも広がって見える。合計4 0 0トルかそれ以上の望遠鏡では、 銀河核の北西側に暗いゴミの吸収体とバルジに重なった十数個の構成が観測できる。ありがとうございます。